願いします。片岡さん、はい、まあ、甲子園がね、うん、終わって、はい、一段落ついてるんですけども、はい、ここでやっぱりもう一度片岡さんに高校時代に戻ってもらおうと思ってるんですよ。また戻る。以前ね、PL 学編、うん、これだけはやめてっていうワード3つなりましたね、はい、よく PL に戻るね。まあまあおもろい話が多いかも分からへんですね。そうなんですよ、皆さんそういうね見たいコメントが多いんで、はいはい、今日は、うん、ズバリ、うん、正直言ってもらおうと思ってるのは、はい、うん、理不尽ベスト3。ああ、いろんな理不尽ありましたよね、うん、ありすぎて何がいいか分からへんな。うん、はい、はい、それをですね、片岡さんに、うん、はいはい、これだけはもう、うん、やばいなと、はい、もう理不尽ベスト3っていうのを、うん、ちょっと教えていただきたい。はいはいはい、まず3位からですか。3位、はい、ズバリ3位はね、まあ、カレーは橋やな。カレーは橋、橋当時は何とも思わなかったけど、カレー橋で食うって結構難しいのよ。落ちんねん結構。だからカレーやねんけど、こうじゃなくてこう食べなあかんっていうね。それはなんでなんですか。そんな理由なんかないやん。別にそれは PL の野球の決まりであって、はい、そんな理由ないわけよ、はい、当時はそれになんでですかとか、なんでカレーをスプーンで食っちゃいけないんですかとか、そんなこと一切思わへんかったよ。それが決まりやん。カレーは橋やぞと、分かってんなと、もうはいと家しか言われへんやん。家だけ言わないですよ。たまに家ってあるやん、家もあるやん、はい、だからもうカレーは橋やでと、分かりましたと。だからもうそんな1年間だけやからね。あ、それは1年生の時だけなんですね。だけやで、で2年生だったらスポーン使ってとか。だからそれとかはもうなんかこう今振り返ればやけど、すっごい理不尽というよりもすんごい不思議。まあ、すんごいやっぱ食べにくかったなっていうのがあるね。福神漬けとかラッキョウとかってあるんですか。キムチたくさんあったな。それは1年生食べていいんですか。食べたらあかんから、飯の下にこう引いてな。キムチ、またうまいね、うん、うまかった。へえ。福神漬けとかはね、あったかないかの記憶がないわ。福神漬けなんかなかったんちゃうか。それ食事って、うん、わーって食べなかったんですか。食事の面で言うと、基本的に1年生は3年生のことをする、2年生は自分のことだけでいいと。だから練習が終わりますと、まあ、みんな一斉に帰ってこられます。で1年生は雨天行って、まあ、投げる人とかで水当番というのが決まってるから、それが6人ぐらい早く準備するやんか。でそれもユニフォームで帰ってきたらパッと着替えなきゃいけない、はい、それも1年生は PL ジャージっていうのがあるんだけど、それしか着たらあかんねん。他の私服とか着たらあかんねん。PL ジャージにあのシャツ、はい、T シャツなんかねなかったと思うの当時。であんなシャツも長袖、はい、1年生は絶対それでもどこも一緒だと思うんだけど、それに着替えて食事の用意をパパッとするという。肉は大きなコーナーにさ、みんな運ばれてくるわけよ、はい、まあ、肉やったら肉、まあね、寮生50人いたら50枚くるやんか。それ着て50枚を切って温めて出さなきゃいけないやん、はい、着たやつを切ったり温めたりするのは俺たちの仕事なんだよ、はい、何でも切んねん、ご飯も切るねん。そんなんで食事の準備をするというふうな。でまあ3年生が食べてる間は1年生は立ってるわけよ。俺いつ飯いつ食ってたんやろな。いやそうっすよね、いつも思うんですよ、その話するときいつ食べてるんやろと。だからね、俺も終わってね、雨天練習場で投げてるやんか。で帰ってくるやん、着替えるやん、で食堂行くやん、で立ってるやん、はい、ならまあおかわりくれとか水くれとか言われて、はい言うて水取りに行くやん、でまあ入手してるやん、まあ、大体もう8時か8時半になるやん。で8時半から掃除やねん。で8時半から掃除やから、それまでに食べれたやろな。なんかそんな晩ご飯をゆっくり噛んで食べたとかいう記憶はないわな。ないですか。よくこうあるじゃないですか、これ食トレやとかたくさん食べろみたいな。今なよくあったじゃないですか。当時俺の時なんかその噛んで食えなんか噛んだら時間があるから飲み込め言われてたよ。でもそんなもんさ、なんか今ねそうやって言うけど、はい、腹減ったら食うやろって俺思うねんけど、今はすごい食わすよな、はい、だから高校野球見ても体つきはええわな、はい、当時の時代なんかみんなガリガリやんか、上でもせえへんし。だからまあそういう中でもただ食事は良かった、すごい量もあったし、はい、美味しかったし、必ず1週間に1回ぐらい焼肉があったから。それは1年生食べれるんですか。いや全部食べれるんやで。ただゆっくり座ってうまいなとかいうふうな感じじゃないよ。もうわーって食べるだけ。でもよくこう組織の中でも、うん、ずっと空気がやっぱり読めない人もいるじゃないですか。いやいやそんなんで、俺もそうやけど、初めは空気読めずに入っていくわけよ、はい、すぐ読めるようになるよ。
そんなね、いやみんな今で言うとそんな分からへんやん、みんなね、はい、ゆっくりなわ笑いながらご飯食べるとかあるけど、そんな笑いながら飯食うなんかないで、もうそんなもん早くはなあかんっていうね。だからそのちょっと頭を使ってきたら、この空気読むと、こういう空気読むね、今食ったらあかんから言うて自分の分だけお皿に取っといて隠しとくね、はい、そうやったら夜とかにちょっと自分で切って電子レンジでやるやんか、チーンって言うんだよな、はい、誰やとか言われてな、あれ思い出すけど、だそういうふうな、なんか頭の使い方したらな、賢く生きるってことですね。そうやな。さあ、うん、第2位、まあ第2位はお風呂でももちろん丸坊主やけど、まあ椅子とかシャンプーとかもちろん使ったらあかんやんか、はい、それも今考えたら丸坊主やけど、まあなんてことないことないけど、まあそれもなんか今考えたら不思議やな、うん、だから椅子使ったらあかんじゃないやん、椅子でシャワーもそんななかったから、どうやって俺風呂入ってんのかなと思うよな。こう風呂の水をこうやってして入ってたやろな。シャワーは1年生だけ使えない当時。でもね、なんかね、シャワーってあったんかな。風呂は結構大きい風呂で、はい、7、8に入れる風呂で、こうビーってこうお湯とか水出すとこがまあ10個ぐらいあったと思うね。今シャワーもあったんやろな。だからその辺の記憶ってすごい曖昧だから、そんな1年生の時はゆっくり風呂入ってるっていう、俺が宝放浪のあれみたいにあんな風に風呂入ってることはないんだよもうそんなね、何ですか、もう風呂なんていうのはもうなんか入ったんか入ってんのか分かってんみたいなね、はい、そんな感じだったよ風呂なんていうのは。風呂入ろうと思った時にちょっと面倒くさい先輩とかが言うことってあるんですか、うん、風呂入ろうと何かしようという時に用事頼まれる時あるわけや、はい、でもその用事もさ1個ならええねんけど、たまたま3つも頼まれる時あんねんほんならもうね、自分でも何していいか分からない時あんねんけ、そういう時やっぱりね空気読んじゃなくって怖い先輩の用事からやっていくわけ、はい、だそんなのなんかすごいそういうとこでこう見るやんか、はい、だからその風呂でもその先輩とかがもう亡くなったって捨ててるようなシャンプー最後ちょっと残ってるやん、ね、あれに湯入れてさ振ってさみんなに使ったりね。当時はエッセンシャルよ、ティモテよ、メリットメリット、あんなをなんかやってたな。 でもみんな結構丸坊主やけどリンスもすんねん、ちょっとおしゃれですね。リンスしたらもうちょっと柔らかなってるとか言ってさ、わかんのかいって。でもなんかそのリンスしたらちょっとええ匂いするやん、はい、だからそんな感じやったな。赤すりってあるやん、 ありますね。あれも多分1年生とか使ったらあかんねん。もちろんあの体洗う液体石鹸はビオレ U ですよ。でビオレ U だ、ビオレ U もなんかちょっとこうあのみんなな風呂のおけにな、3年生はシャンプーリンスとか入れてやんねん。シャンプーリンス洗顔でちょっとええしたらビオレ U でヒゲ剃りで赤すりで、それたまに隠れてこの全般の使ったりしてさ、全部女の子が変の早いとか使ってへんやろなとか言われながらまあそんな思いがあるけど、それもなんか今振り返れば懐かしい思い出やけど、さっきのカレーはあの箸とかね、そういうふうなことと一緒で、飯は食べなさ死んでまうやんか、はい、で風呂は入らんでも死なんのよ。夏場なんかさもう自分は臭いかどうかも分からへんねぐらい、なんかもう時間がなかったよね。で消灯後風呂こう入ってたんちゃうかな。で風呂入ったらジャーって分かるから、ただ消灯前に風呂の湯抜かなあかんから、へえ、風呂掃除せなあかんねん。だからそんなもあって、なんかそのお風呂にゆっくり入ったっていうふうな思い出は1年生は全くないな。だからない、なんかだからもう自分ようあんな汗かいてね風呂入れへん日もあったと思うよ。でもそんな風呂入れへん方ぐらい死なへんわぐらいの感じやったな。それもなんかええ思い出やな、2つ。さあ、うん、いよいよ友人ベスト3のファイナルですよ、まあ、今度ね野球の前寮生活やったけど、まあ、学校に行く時ねよく言われる補聴補聴って連帯補聴をかけていくんやけど、学校でもさ俺教室から出たらあかんのよ、はい、1年生はトイレ以外。それなんでなんですか。そんなピールには気分やからや1年生だけの話や。体育コースが1年生、2年生、3年生って並んでんだけど、はい、あれなんやろうな学校着きました、はい、で教室入りました。だからもう時間ないやつは歯磨き粉と歯ブラシ持ってきて、あの学校のトイレで洗ってたもん。で朝もバタバタするわけよ、起床からご飯の用意、ユニホーム畳んでしなきゃいけないとか、もうすごい雑用がたくさんあるから、で歯磨くことも時間がないわけよ。で1年生は必ず7時半とか40分に出発決まってるから、それに遅れたらあかんわけよ。で吉本みたいにだからビビってもうて先輩の制服着てまうねだからまあまあそんなんで学校のその教室から出れない。1年生の時はそのまあ学校の行事っていうのはあんま参加しないというかできないんや。だからすごいなんかそういうのは理不尽というふうなことを全く当時は考えたこともなかった、この今言ってることはね。ただ今振り返ればあれなんで出たらあかんかったなと思うし、別に出てもええのになとかね。ただほんまにその時は出る元気もなかったし、出たら怒られたよ、まあ、どこ行ってんねんってへえ。それ中にはなんかあいつ出てましたよ、転売に告げ口するような人もいたんですか。
どの学年にもそういう先輩いるやん。いらんこと言うやついるやろ。はい、でもまあそれは例えばちょっとこうその時に、これは地下1階で1階2階になんか職員室があったんかな。でそこに高3、高2、高1かなんかそんなんやったから、まあ、上に行ったらあのまあ高校生ぐらいの時やからさ、学校の女の子と喋ったりするやんか。でそういうのもまず怒られた。高速で男女交際禁止のがあったから、ね、あったんですか。うん、それは高速なんですね。高速であって、それはやっぱりその辺の寮生活でやっぱルールが厳しかったんだね。非常に、今振り返ると理不尽と思われるかも分からへんけど、当時の俺たちにはそれを乗り越えなきゃ日本一になれないというふうな思いで、過ごした、まあ、3年間だったんで、今振り返ってもう一回やれってできへんけど、やっぱそういうことを3年間で叩き込まれたと。正論ばかりじゃなくてこういうこともあるんだっていうところでやったことっていうのはすごい、あの今振り返ればね、良かったと思いますね。